お疲れ様です。お疲れ様です。戦前の高級官僚、昔風に言えば管理だが、この高級管理にも定年や肩叩きはあるわけで、時間になれるのは一人だから、たくさんいた同期から自然と離脱者が増えていくよね。天皇の管理として職務に尽力してきた高級管理にも家族がおり、生活をしていかないといけないから、上がりのポストの次にどのような職に就けるのか、いわば天下りだが、本人の名誉欲や金銭的待遇も含め再就職先は重大な関心事だった。その中でも、非常にステータスの高かった戦前の管理の再就職先が、衆議院と対を成した立法府、貴族院議員に直選されるという人生だった。今の参議院議員だね。細かく言うと今の参議院と戦前の貴族院とでは異なる点も多くあるんだが、その点は以前に当チャンネルで貴族院の動画をアップしているので割愛して、貴族院議員になれれば、立法府を構成する議員として重大な影響力を行使でき、社交界での地位も高く、経済的待遇もいいものだった。しかし、この貴族院議員を上回る魅力を放っていた、もう一つの再就職先が高級管理らの念頭にはあった。空港とかインフラ系の会社の取締役かな。そんな現代的なところではない。その名は枢密院、大日本帝国憲法に明記された国家機関であり、時には政府の重要施策を潰して内閣を倒壊に追い込むなど、隠然たる権力を振るった謎の多い組織だ。この枢密院を構成する枢密院顧問官は、高い経済的待遇と地位の高さ、そして権力の大きさから怪しい魅力を放っていた。今回は、そんな枢密院の解説を行っていきたい。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。枢密院って名前からしたら何をするところかわからないのだけど、何をするところなの？明治維新により爆誕した新政府が、大日本帝国憲法の発布に先立って枢密院を設置した際、新聞雑誌も同じように枢密院の必要性に疑問符を提示し、本当にそんな枢密院なる機関は必要なのかと指摘していた。いわく、欧州の専制王朝にあった機関と同じ種類の機関なのではないか、イギリスに現存する幽霊化した機関と同じなのではないか、内閣の外にもう一個内閣を作るようなものではないか、専制国家の遺物ではないか、と言いたい放題だったが、この論調は要するに、枢密院なる機関がどういった理由で設置されたのか世間からするといまいち不明瞭だったことに由来すると思われる。政府内では枢密院をどういう理由で設置しようとなったの？枢密院というシステムを発案し、もろもろの反対を押し切って設立に踏み切らせたのは、ある元老だった。誰？井上薫。伊藤博文だ。伊藤博文は欧州各国を歴訪して当時の日本にマッチした憲法体制を探索し、帰国してからは大日本帝国憲法の草案を検討し、発布にこぎつけた立憲体制の立役者だった。この伊藤博文は大日本帝国憲法の築城解説書である憲法疑義という文献を残しており、この文献は憲法の解釈が争点となる事件で昭和の時代まで裁判官等にも参照された重要な文献だった。読み方は憲法疑義であってるの。そして、昭和の裁判官が伊藤博文の本を読んでたの。この文献の正確な読み方については、ご存知の方がいらっしゃいましたらコメント欄にコメントをぜひください。もちろん戦前ではあるが、総理大臣となった陸軍大将の東条英機が、自身に犯行を繰り返す代議士の逮捕を目論み、検察当局に対して、逮捕状を裁判所から取得するよう圧力をかけた事件があった。この事件は、代議士の不逮捕特権が争点となる事件だったんだが、この時の逮捕状の審査をした裁判官は伊藤博文の憲法疑義を参照し、同文献の憲法解釈に照らして本件は不当逮捕だから、検察当局の要求する逮捕状は出せないと決定した事件がある。東条英機の権限乱用を伊藤博文の本が止めたか。枢密院に関してもこの文献で触れられており、伊藤博文は枢密院設置の理由を説明している。創設者はどんな見解だったの？統治権の総乱者たる天皇陛下は、君主としての務めを果たすため、内閣と枢密院という2個の機関を置き、内閣は政務を迅速に処理するための機関として機能し、他方、枢密院は資料を巡らせ古今の歴史を参照し、学識に基づいて内閣の判断の可否を検討し、
天皇陛下の最終的な決断を補佐する機関として構想されていた。要は内閣が2つあるってこと。内閣と枢密院は憲政関係にあり、内閣の暴走を枢密院が止めることを想定したようだ。でも内閣が決める全てのことを第二内閣みたいな枢密院が追認するか拒否するか検討するシステムだと、無駄に時間がかかるんじゃない。そのため、枢密院が審議する事項は、重要な国務に限定されていた。しかし、内閣、帝国議会の他に枢密院という重要国務を審議する機関を設けるのは複雑に過ぎ合理的ではないとする批判は常につきまとった。枢密院の誕生は、1889年2月11日の大日本帝国憲法公布に先立ち、憲法草案を審議し、憲法発布後は天皇の諮問に応える機関となることを予定して誕生した。枢密院のメンバーは誰が就任したの？初代枢密院議長には伊藤博文、枢密顧問官にはほとんどが明治維新で官軍となった薩長土肥の出身者が連なり、藩閥の機関という性格が色濃く出ていた。みんな遺産で就任要請を受けたのかな？いや、枢密顧問官の就任を打診されながらも、これを拒否した人物もいた。議会よりも安定した良いポストだろうに断ったとは、それって誰？谷田的陸軍中将だ。谷田的は、バリバリの土佐藩士にして、西南戦争では西郷隆盛率いる西郷東軍と激戦を展開した猛者だが、薩長土肥の四大藩閥で固めようとする枢密院からの顧問官就任の要請を、あっさり拒否した。どんな理由で拒否したの？開拓使勧誘物払い下げ事件という政府と政商との癒着事件に際し、谷田的は払い下げに抗議の声明を表明して国会開設の憲白書を提出するなど、同人は必ずしも反発に標準しない恍惚感だった。そのため、反発肝入りの枢密院より、新たに開設される帝国議会で腕を振るおうと野心をたぎらせており、また、イギリスにも枢密院に類似した機関が存在したんだが、これはすでに無用の長物と化していたので、谷田的としてはそんな無用の長物になるであろう機関で禄をはもうとは思わなかったのだろう。スタートを切った枢密院は何を審議したの？まずは皇室典範だった。現在もある皇室典範は戦後に新しく法律として制定されたもので、この枢密院が審議した皇室典範は、大日本帝国憲法に引けを取らない権威を持つ規範であり、大日本帝国憲法と並び称されて典憲と称されたそうな。改正とかで触れてはいけない感があるね。枢密院は他にも、重要事項である憲法案、議会制の根幹たる衆議院議員選挙法等につき精力的に審議をこなした。なんちゃって審議だったのかな？枢密院設立の経緯もあって、特に大日本帝国憲法案の審議は入念に進められた。初代枢密院議長に就任した伊藤博文は、大日本帝国憲法案の審議に際し、立憲政治には基軸が必要であって、欧州では宗教が基軸の役割をこなすが、日本で宗教はその任になく、皇室こそが基軸となるべきであると説明し、憲法案の精神を説いた。戊辰戦争の修羅場をくぐり抜けた元老らは皇室を客観的な視点で見ることができたから、国家の中心として皇室を規定、悪く言えば中心として使うという発想があったけど、昭和の陸軍はそういった客観的な視点がなくて狂信的、盲目的に皇室を崇拝してしまい、その結果として諸々の事件が起きた、という見解を読んだことがある。さて、伊藤博文を中心として憲法案などの審議を精力的に進める枢密院だったが、ここに枢密院の力を弱めようとする強大な力を持つ人物が登場する。誰？その人。長州の部弁、山形有朋だ。山形有朋って反発系の枢密院にべったりじゃなかったの。後年、新調する政党系に対抗を続け、反発勢力の主要みたくなった山形有朋は、同じく反発勢力の牙城だった枢密院に配下を送ることになるんだが、この時期は伊藤博文に対するライバル意識もあってか、枢密院の力を弱めようと画策をしていた。その画策の第一弾が、枢密院完成の改正提案だった。枢密院システムの何を改正しようとしたの？本来枢密院は、重要な国務に関して、天皇からの指示に報答する機関であり、内閣や帝国議会と権力が衝突する可能性を内包する関係にあった。山形有朋は、この枢密院の影響力、要は伊藤博文の影響力だが、これを嫌い、
枢密院が権限を発動し動き出すタイミングを、天皇からの示準ではなく、政府が天皇に示準すべきと上奏し、その上奏を受けた天皇が枢密院に示準した時という、あくまで政府の主導権により枢密院が動き出すタイミングを決めるシステムに修正しようとした。山形有朋の思惑は成功したの。伊藤博文の反発を受けて山形有朋の画策は挫折するんだが、しかし、枢密院の裁量をやや狭める文言を枢密院管制に入れることには成功した。こういった打ち下馬も繰り返しながら、枢密院を要する反発政府は、帝国議会の開催を迎えることとなった。帝国議会が動き出したら、枢密院の仕事量はどうなったの？かなり減ってしまったそうだ。それはそうだろうなとも思うが、もともと帝国の基本となる規範を審議していたのが枢密院だから、その主たる部隊が帝国議会に移ると、枢密院の仕事量は当然に減ってしまい、帝国議会開催前には熱心に臨席して議事を聞いていた明治天皇も、帝国議会開催後は枢密院にそれほど臨席しなくなったそうな。天皇の示準機関なのに枢密顧問官からするとそれは虚しいだろうて。明治天皇ばかりでなく、枢密院の生みの親である議長の伊藤博文も欠席が目立つようになり、挙句の果てに伊藤博文は枢密顧問官の職を官職と称してはばからなかったそうだ。そんな官職たる枢密顧問官の金銭的待遇はどうだったの？枢密顧問官の給与はとても良かった。枢密院の設立時、枢密院議長の年俸は6000円、副議長の年俸は5000円、顧問官の年俸は4500円であり、後年に官僚の天下り先となっていく枢密院において、この高い俸給は魅力的な要素だった。それって高いの？この時期の内閣の国務大臣の年俸が6000円であったことを考慮すると、平野顧問官であっても年俸4500円という数字は、明治では高水準の年収だった。さらに、もう一つの魅力を枢密顧問官というポストは持っていた。もう一つの魅力ってどんな魅力？終身制という魅力だ。一旦枢密顧問官になれれば、制度上は辞任しない限りなくなるまで枢密顧問官だったので、これも魅力を放つ要因だった。このように、大日本帝国憲法の公布前には国家の根本的なシステムを協議する重要な機関として、帝国議会のスタート以降は官職となった枢密院だったが、やがて伊藤博文が予想しなかった強大な権力を振るい始め、帝国陸軍もその存在を注視し牽制を起とするレベルの機関となっていく。さて、枢密院の話をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？バッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、部下と海軍の板挟み、クロウオウキ戦時最小登場秀樹、大本営情報参謀堀映像、本土決戦編、人情派総理大臣、登場秀樹、憲兵将校と憲兵の出世競争、敬遠時代、ニコポン軍人と供養最小の二巨頭体制、日本陸軍、青年将校の苦しい家計事情、登場秀樹、総理大臣に指名さる対米海戦編、兵卒の教育に苦悩する陸軍将校たち、大本営情報参謀堀映像、マッカーサーとの対決、陸軍の情報暴虐秘密資金、機密費、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、登場秀樹、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸と洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、登場秀樹、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、登場秀樹、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎などです。最近の動画は、対米海戦というノルカソルカの大勝負に出た内閣総理大臣にして陸軍大将の登場秀樹が、庶民のゴミ箱を覗いて民情視察に励み、市場でおばあちゃんと笑顔で世間話に花を咲かせ、戦死した軍人の遺族の慰問に励むという、人情派と銘打たれた最小像を打ち立てる一方、国内政治では強烈なリーダーシップを発揮して強い指導者像も打ち立てるという、
軍人でありながら政治家として頭角を現していく過程を解説した動画をアップしております。他にも、昇進の停滞と低廉な俸給に苦悩しながら家族を養う青年将校の実際の家計はどのようなものだったのかを解説し、陸軍の中堅軍人がこの問題を解決すべく青年将校に対する俸給の抜本的改善案を立案するが、頭の固い陸軍首脳部により当該改善案が葬り去られる過程を解説しております。将軍らには体感的にわからない問題だったのかもしれないが、あらゆる理由を立てて改善案を批判する将軍らの会議の様子は示唆に富む。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。